私は最近発見されたカクコロ島という小さな島に向かっている。この島にはかつて文明があった、名残があり、貴重なお宝がたくさん眠っているらしい。今回の、私の目的はカクコロ島を探検し尽くしてすごいお宝を見つけ出すことだ。もうすぐカクコロ島に到着する。どんなお宝が眠っているか楽しみだ。だ。ポケモンクエスト。はい、というわけで、エテポンゲです。ポケモンクエストっていうね、アプリなんですが、まあツイッチでね、出てんのかな、ツイッチで出てるゲームですが、アプリ版としてね、リリースされたっていうことで、まあ今なんか急上昇ナンバーワンだったんで、やってみようかなって思いました。ねえ、まああんまり、まあポケモンは知ってるけどさ、ポケモンクエストって何っていう話なんだけど、なんか四角いポケモンが、四角いポケモンが、なんか、するやつらしい。全くの初見なんで、まあ、じっくりやっていこうかなって感じです。はあ、本当に四角いね。ピッ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 、ブブ、ピピピ、ガガガ。ベベ。お宝探知用に持ってきたシュルフカンパニー製ドローン、モビー4かな ?4 の様子がおかしい。どうした、モビー。ブブブ、二重丸三角ドル音符×円、黒丸&パーセントシャープ。仕方ない、再起動しよう。ビビ、二重丸三角ドル音符×円、黒丸&パーセントシャープ。設定がリセットされました。オーナーの名前を入力してください。最大6文字まで、登録できます。エテポンゲ。オッケーオッケーオッケー。1個余るな、どうしようかな。エテポンゲ、2とかにしよう。エテポンゲ2。よし、はい。エテポンゲ2さん、おはようございます。本日のニュースをお送りします。ニュースはいいよモビーニュースはいいよモビー。それよりこの島の探検をしたいんだ。偵察してきてくれないか。了解しました。カクコロ島の、カクコロ島なの、カクコロ島なの、そこんとこ発見させようや。一回まず始める前に、まあ俺は島で行くけどね、カクコロ島で行くけどね、今後も絶対にそれは曲げない、うん。この島のデータは記録されていません。私は案内してくれるものが必要です。私を案内してくれるものが必要です。島に住むポケモンたちが近くに、あ、失礼、島に住むポケモンたちが近くにいるようです。彼らなら島の地形に詳しいはずです。仲間にして案内してもらうというのはいかがでしょうか。なるほど、いいね、そうしよう。あ、御三家が選べるわけだ。これってさ、まあ今のところこの画面に映ってるのは初代のポケモンばっかりだけどさ、その第2世代第3世代のポケモンたちもいんのかな。ちょっとそこんところあれだね。まあけどまだなんかこういう系って大体さ、ちょっとずつポケモン GO でもそうだし、最初は初代だけだったとか、
そういうのあるもんね。わ、どうしよう、ちょっと待って悩む。イーブイは可愛いよね。三進化、まあとりあえず三進化はできるだろうし、ピカチュウはもう王道の王道だよ。でその下の御三家、人影、不思議だね、ゼニガメ。人影とゼニガメは大人気。不思議だねはちょっと能力値とかクソタイプっていうことで初代の時のあんまり人気ない。ダネテ。はい。けどね、エテはね、もうはい、不思議だな仲間にじゃ。初代ポケモンの時もね、グリーンバージョンやってたんでね、やっぱ不思議だね、大好きです。石つぶってたけしボコボコにできるんでね、鶴のムチで。準備は完了です。エテポンゲ2さん、早速偵察してきます。誰誰？探検スタート。ポケモンは敵のいるところに自ら移動して攻撃します。はい。はあ、あ、え、何すんのこれ。エテ。俺は何をしたいねん。うん、キノコがいっぱい出てきた。え、ポケモンは技を覚えています。技アイコンをタッチすると技の発動を命令できます。ほっ、花びらの舞、体当たり、花びらの舞、花びらの舞、花びらの舞。広範囲攻撃かな。どうなんだろうね、その物理だとか特殊だとかなんかそういう概念とかもちゃんとあんのかな。これは花びらの舞、花びらの舞。周りのなんかブロックもぶっ壊してるけど、複数全体攻撃、全体攻撃だと思ったらいいか。ちょっと一回その本来のポケモンのさ、その概念を捨てよう。ちょっと一回これは体当たり、体当たり、いけ。大きめの子らった、大きめの子らった。ちょっと大きくなるとブスブスになるね。なかなか体当たりの方がいいんじゃないかこれ。まあこれはけど余裕で勝てそうだな。ああ勝った、爆発した、クリア。探検結果、レベル上がった。なんかのゲージが溜まって、何これ。ピーストーンとはポケモンを強くする大事な装備アイテム、装備アイテムね。オッケーオッケー。これ何これ。ステージを進めることで強いピーストーンが手に入ります。はい、了解しました。ピーストーンは大事、装備品ってことね。 OK。 ふう、まずはこんなところか。ひとまず探検を終わりにしよう。あとは拠点となる場所が欲しいが、欲しいのだが。なんか音がいいね。なかなかいい空き地を見つけたな。ここをベースにしよう。そういえばさっき奇妙な石を見つけたな。何か使い道があるのだろうか。エテポンゲ2が石を取り出すとポケモンの体のあたりが輝き出した。進化か、進化すんのか。あ、さっきのね、ピーストーン、ピーストーンを装備してあげよう。はい。ピーチャームとはカクコロ島のポケモンが持っている不思議なお守りです。ピーチャームのソケットにピーストーンをセットするとポケモンの HP や ATK、 アタックだね、ヒットポイントとアタックがアップします。はい、これをグイーッとしてカチッ。変わらずの石ボタンからポケモンが進化しなくなる変わらずの石を持たせることができます。うん、何変わらどこどこか、これこれ、え、変わらず、どれどれ、あ、これか、これこれ、触れない、まだ
とりあえずこれでいいんだよね。はい。いやけど進化はしてほしいでしょ、どう考えても。ポケモンも強くなったようだし、探検を始めるとするか。だって進化変わらずの石って、まあ基本的にはさあれだよね、まあ技が進化しない方が技早く覚えるとかさ、夏季進化のあるやつとかさ、そういうの夜昼夜で進化変わるとか、そういうパターンの時に結構戻したりするよね。ポケモンも強くなったようだし、探検を始めるとするか。はい。ダンジョンアイコンから塔の探検を開始できます。塔の探検を進めて、もう島って言ってよいか島に眠るお宝を探し出すことがゲームの目的です。はい。ダンジョン制ね。フリーマップダンジョン制システムね。 OK。 ここでいいの。振り出しの草原、ボーナスタイプ格闘で 200? この数字がちょっとよくわかんないけど、これでいいのかな。いけ。まあここはオートで戦ってくれるんだよね。オートに戦うっていうか、あ、え、オートってオートあるじゃん。オート、あ、技もオートで出してくれるわけね。え、めちゃくちゃ楽ちんじゃん。めちゃくちゃ楽ちんじゃん。効果抜群とかもあんの。あいつとオート解除して、これ何これ何これ、逃げろってことか。逃げろって、あの距離取れよっていうやつだ。体当たりで、多分ポケモンを倒すことによって、このマップ自体の進行度みたいなのがここで上がっていって、で最終的にこれがボスフィールドみたいな。うわー、ナビラのマイク、でまだボスじゃない、まだボスじゃない。これはまあ多分一時停止だよね。一時停止でなんか今ゲットしたアイテムか確認できたりリタイアしたりっていう。は、花びらロマイ、なるほどね。なかなか面白いね。あ、ニュースだ。まずは体当たりで先生、そして後ろに引け、そして時間を稼いで稼いで花びらの前。まあまだこれ多分チュートリアルだよね。言ってね。まあ負けることはないでしょ。真ん中はなんか押したら、なんかなんもない。真ん中は何もない。行け。はい、クリア。レベルアップ。あー、分かった。レベルが上がればこの周りのソケットも増えていくわけだ。あ、今ちょっと押して何か確認しようとしたけど進んじゃった。で、またパワーストーン、アタックがプラス、攻撃移動速度アップパーセントがボーナスでついてるってことか。で、アタックがプラス60する、ピーストーン。うん、調理できそうな材料を拾いました。料理を作ればいろいろなポケモンが集まってきそうです。ほう。で、まあこれで一回ベースキャンプ戻りまして、てっ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 て料理を作る準備が整いました。カクコロ島で、手に入れた材料を使ってポケモンたちの料理を作ってみましょう。はい、料理。あ、さっきいろいろ手に入れたキノコとか使うんだ。ここで料理を作ると、その料理が好きなポケモンたちがベースキャンプに寄ってきます。はい。で、材料アイコンをタッチして、料理鍋にセットします。
なめがいっぱいになったら準備完了です。これぷいこれぷい小さなキノコで、これがブルーの実、ブリーだ、ブリー、ブリーの実、ブリーの実2つで、ボングリ、ボングリを1個、これで開始。料理を、はい、料理の完成には島を探検する回数が関係しています。特別なアイテム FS ギフト券を使うとすぐに、料理をまあ課金だろうな。うん、これこれ、ここの部分、ここの部分課金かな。課金すればサクサク進められるよっていうやつだね。あ、プレゼントじゃん。使って、あ、最初は使えっていうね、その課金の美味しさっていうのをね、身で感じろと、斧で、斧で感じろということやね。使わせていただきましょう。カクコロスープ、お好みの材料どれでも、うん、で、ポケモンがポッポコラッタ、コラッタ、あ、仲間になるんだ、すげえ。わあ、ノーマルタイプのコラッタ、ノネズミポケモンとかだったかな。はい、あー、おめでとうございます。新たなポケモンが仲間になりました。続けて仲間を、はい、タッチ、ポッポ、ポッポ。これってさ、個体値とかあんのかな、やっぱり。同じポケモンでも能力の、格差ってのは、まあ、あるだろうね、ポケモンだもんね。何ポケモンだったっけな、これ。ノバトポケモン。探検チームで、はい、探検チーム。まさか複数でポケモンダンジョンに参加できたりすんのか、これ。これを赤、わあ、そしてこう、わあ、空っぽです。はい、これで料理、まあ探検行く前に毎回料理は作っといて、じゃあポケモン寄ってきてっていうやつだよね。オートセット、はい、ランダムで OK で、多分レシピとかも今後いろいろと増えてきたり、その手に入れたりして、あの作れるそのスープとか鍋料理がいろいろ増えてくるんだろうね。はい、了解しました。そうね、空っぽのまま探検行ったらもったいないからね。ちょ、この数字がよくわからん、なんだろう。はい、チームメンバーの HP と、アタックの、合計値がチームの強さ。はあ、これチームの強さなんか。探検先にはそれぞれチームの強さの目安となる敵の強さが表、うん、探検先のボーナスタイプと一致しているポケモンはヒットポイントとアタックがアップしていつもより強くなる。あー、なるほどね、なるほい、なるほい。ってことは650で今660になったからちょうどいいよっていうことだね。逆にこっちとかはちょっと足りないから難しいよっていう。で、格闘だったら、格闘タイプね、例えばワンリキーとかいたらボーナスがついて、はあ、これは忙しい、これは、うわ、忙しいけどオートにはちょっとしないでやってみよう。まずは風を起こせ、花びらの舞。ちょっとポッポとコラッタ全然ないじゃん。風を起こせ、あ、風起こし全体だ、花びらの舞。うわー、すごいね、これなんか、なんかいいね、このチームでこう動いてる感っていうのが。体当たり、あ、ちょっと待って、集まってきたところに花びらの舞と風起こしを入れる。風起こし、そしてとどめ抜いて、気合ダメ、体当たりじゃなかった、これ気合ダメって、気合ダメって、気合ダメって、
急所率が上がるやつだけど、このゲームポケモンクエストにおいてはなんか攻撃力上がり系かな。あ、まだ1体まだ1体、集めろ集めろ、よし集めろ、集めてから、集めてからだ。黒煙の黒煙が全然こっちに進んでこい。ここら辺でいける、届け。風起こし、虫タイプ、虫タイプに対して飛行技は気合いためろためろ。花びらの前とか逆に効果今一つだよな。けど飛行タイプのこれは抜群とかありそうだよね、多分多分あるんだろうな。うわあ、レベル上がる。おい、タフネスストーン、青いストーン初めて手に入れたね。復活に必要な時間パーセントマイナス10。まあやられても時間経過でなんか起き上がるのかな、あのみんなが全員が死なない限りとか。多分物資が不足するかもしれません。お望みであればショップと通信することで補給を受けることもできます。けど課金しなきゃいけないんでしょ、お高いんでしょ。探検に便利なグッズを入手できます。専用アイテム FS ギフト券で一部のグッズと交換できます。 FS ギフト券は会員サービスとして一定時間につき一度もらうことができます。あ、50もらえるんだ、くれ、やった、忘れずに受けた。はい、22時間という中途半端な感じ22時間で中途半端な感じで50 の、 あの FS ギフト券がもらえるらしい。基本的な探検の説明はおしまいです。各頃島の探検を進めて島に眠るお宝を見つけていきましょう。ポケモンクエスト配信記念 FS ギフト券を100枚プレゼントします。ありがとうございます。はい、ってなわけでこれでチュートリアルは終了かな。うん、終了だね。で、まあこれスタミナがあるタイプのやつか。ってことはあと2回しかとりあえずクエストがいけないわけで、であと1回行ったら料理ができるから、ちょっとクエスト確認する。クエスト、カッコロ島でのあらゆる活動でご褒美のアイテムがもらえます。うん、これはやってデイリークエストとかそういうウィークリークエストみたいなやつだよね、よくあるやつね。チャレンジクエスト、メインクエストね。まあこれは極力ね、やらないとね。うん、チャレンジ曜日クエストみたいなね。けどとりあえず期限はなさそうだよね、どれもこれも。まあ進めていったらおのずと解放できるかな。あ、これ近距離型のポケモンだけ探検した、化石受け取る。クエストだけでしか、もらえないアイテムも存在します。この先カッコロ島の探検に行き詰まったらクエストにチャレンジしてみるのもいいかもしれません。 OK、 よし戻る。でもう一回とりあえずクエスト行ってちょっと鍋ね、鍋ができるからそれ期待。750で足りてないんだけど、あ、ベースキャンプ、ピーストーンはベースキャンプでいいのかな。ピーストーン、あ、こっちか、チームの編成でいいのかな。あ、あったあった、こう押して、ピーチャームだよね、ピーチャームで1個空いてるから、ここ、あ、マークに応じたやつしか空いてねえわな。ってことはタフネスのマークのやつをポンと、うん、これで OK で、ポッポもタフネスだけどチャームがないもんね、これは。あ、こっちははめれる、こう、あ、これいける、はい、
オッケーオッケーオッケー。とりあえず埋めといた方がいいもんね、これは。オッケーです。リサイクル自動セットとか、はあ。気合ダメ。あ、ここで見れるわけか。深く息を吸い込んで気合を込める。しばらくの間自分が与えるダメージアップ、攻撃力アップだね。ちょっと待って、風起こしみたい。風起こし。激しい風を前方に飛ばして周りを巻き込みながら当たった敵にダメージを与える。飛行タイプ、やっぱ飛行タイプの技らしいね。ビラの舞、草、くせ。回転しながら花びらを撒き散らして周りの敵にダメージを与える。うわー、ちょっとどんどん仲間にしたいね、これは。新しいのポケモン、もちろん進化もするだろうしね。コラッタはちょっとあんまり好きじゃないから、ポッポはいいけど、コラッタはちょっと変えたいな、早く。野ネズミポケモン嫌いじゃないけどね、あんま好きじゃないってだけで。あ、オッケー、これもらい。ピーストーンどんどんちょっと貯めていこうぜ。貯めれば多分なんか A モンと交換できるだろうし。よし、探検行こう。次探検行ったら仲間になる。ここ足りてるね。オッケーオッケー。今強化ピーストーン設置したから、オーバーしてる。もうここまで多分余裕でいけるから、今日はここまでクリアしちゃおうかな。ちょっとオート使ってみます。あ、鬼スズメじゃん。これやっぱオートでやった方がちゃんとやってくれるからいいかもしれないね。本当にこの戦略が必要な時以外、これは引かなきゃいけないとか、避けてみたいな時。あ、ギャラドスとか欲しいね。ギャラドスとか絶対強いじゃん、ギャラドスとか。で、まあ初代のポケモンでしょ。まあ言ってね、その何、まあ伝説のポケモンとかいるかどうかわかんないけど、まあ伝説系も、まあ間違いなく強いから、まあいいよね。けどやっぱね、何、マイナーポケモンがなんか使いたい。うん、マイナーなポケモン、モロコンとかもう可愛いもん。まあ初代ではそんなに強くはなかったけどね。まあ、強くないイコールマイナーみたいなところはあるよね、やっぱ。初代でいうところのやっぱカイリュウとかギャラドス、リザードン、ケンタウロスだったっけ、ガルーラとかカイロス、ストライクあたりは本当に大人気ポケモンだから、それこそ御三家も全部ね。あと何だ、マルマインとかね、ゴローニャ、カイリキ。マルマインいいな、マルマインいいな。あ、フーディン忘れてたね、フーディン。エスパーは最強だから、ね、初代でのエスパーってのは最強。テレポートしやがった。よし、風起こし、そこで花びらの舞じゃ。なぜ体当たり、 AI がちょっとバカなのかもしれない。やばい、ちょっと待って、コラッタ引けってどうやってやんの。逃げろー、コラッタやられる、集中狙い。ああ、コラッタが死んじゃった。けどちゃんと経験値は分配されるんや。タフネスストーン、でっかい、なんか赤い実。ここまでは順調かな。奥に進むに従って少しずつ野生のポケモンも強くなっていきます。ピーストーンや仲間のポケモンを集め力をつけて進んでいきましょう。はい、まずは料理確認するよね。こっちか、ベースキャンプ。
おおよそ22時間ごとに仲間になりたいポケモンがベースにやってきます。時間経過でも来ると。ほう、ピッピ、珍しいポケモンも探検中に出会っていると稀にやってくる。ほほう、誰か来てんの？じゃあちょっと待って、達成したメインクエストがあります。クエストが、はい、メイン、これ、うわ、バッテリーを回復4、けどこれ6になってくれるよな、信じるぞ。6になってくれた、ありがとう。信じてた、ポケモンクエスト俺は信じてた。受け取る。今のはここだよね、近距離2匹と遠距離1匹。はい、ボングリ15個ももらえちゃった。で、時間経過でポケモン来てる？来てない。来てないわ。じゃあ料理開けてみましょう。カクコロファイヤーベース。炎タイプ来るんじゃないか？ロコンちゃんだ！ロコン。ロコンは可愛いもんね。もうこのこれが可愛いもん。これが炎タイプ、貴重貴重な炎タイプで、まあすぐに料理を追加しとく。オートセット、これ何、これ化石入れんの鍋に。鍋に化石入れんの？けどや。で、ちょっと仲間外れやめたれやろ、こんだけ。ちょっとそこで、3人でよ。もう、コラッタ外します。コラッタ外します。ポイッ！で、ロコンちゃんを入れる。何これ、じゃあ全部確認できるよみたいな。オッケーオッケー。でロコンちゃんのピーチアーム、コラッタについてるやつを外す。こうでタフネスも両方つけれるマスがある。ここ、こう、これでオッケー。わあ、いいね。炎タイプと草タイプ、そして飛行タイプ。ええー、やないか。あ、技が見たい。技。キノコかな、ヒノコ。甘える、フェアリータイプ。ロコンってフェアリー入ってんのかな。高確率、敵が与えるダメージ、攻撃力ダウン。で、かえ火炎放射で、やば、火の粉とかそういうレベルじゃなかったわ。強え。これ技もやっぱ違うんかな、同じポケモンでも。ちょっとそういうとこめっちゃ気になるんだけど。で料理作ったからチャームのセットもしたってことで、冒険に出ます、探検します。で次ボスだよね。ボス、まあ余裕でオーバーしてる。ロコンちゃんの加入で勝てます。行ってこい。まずちょ、解放者行きたい。解放者燃やせ、すえすえ、堂々とニャース、堂々ニャース。まあニャースもいいよな、ペルシアンかわいいもんね。けど今後これ御三家仲間にすることってあんのかな。不思議だね、最初もらったのはいいけど。それこそ人影とかすごい数が出てきた。すやばくないこれ。おい、不思議だねがボコボコにされてるぞ。あ、ナイスヒー、ナイスヒー。花びらの前風起こし火炎放射、よし。けど解放者やっぱ範囲はそんな広くないね。
前に進みますって感じだよね。ドド2匹。ドドはなんかあんま好きくないな。ダグディグダは好きだけど、ドドはなんかちょっとなんか首取れそうだしすぐ。あ、ナッシーとかもいたよね。初代で強いポケモンといえば草エスパーのナッシー。コラッタもね、ノーマルタイプでノーマルのタイプ1のさ個性があるからまあ強いんだけどね。けど何の技覚えるか分かんないもん。必殺前歯とか覚えんのかな。ラッタでかっ。とても強そうなポケモンだ。ポッポ気をつけてな。お前ちょっと HP 低め。ラッタやばい。ポッポが死んじゃうかもしれない。死んだ。ポッポ空を飛べ。チュルー。よし、解放者届いてねえよバカ。解放者届いてねえ。それあ、ポッポ頑張って。ナイスチル。タフネスもらった。ラッタ撃破しました。はい、タフネスとパワフル1個ずつ手に入れたね。お、こことりあえずクリア。繁栄の石像おめでとう。レベル5までのポケモンは探検でもらえる経験値がアップします。はい、ボスのようなポケモンを追い払うとポケモンの、容姿を描いた石像を残していった。これは一体何だろう。これは島のシンボルの一つ、繁栄の石像とあります。石像にはコラッタの姿が彫られている。常に増え続けるコラッタに子孫繁栄の思いを重ねているようだ。どうやらこの辺りは探検し終わったようで、次のエリアへのルートを探知します。探知終了までのしばらくかかなんで探知は漢字で終了はひらがななんだろう。なんで石像についてデータベースを探索したところ、どうやらこれは伝説の間という場所に祀られていたもののようです。はい、1100もうどっちでもいいんだけど、まあセオリー的には2番から行くのがあれだよね。はい、早打ちストーン、技ストーン、技の、性能を引き上げる特別なアイテムです。はい、技とつながっているソケットの色と同じ色の技ストーンをセットできます。ちょっと何言ってるか分かりませんね。ちょっと何言ってるか分かりませんけど、まあ一回セットしてみたら把握できるかもな。まあ不思議だね。チャーム、黄色いチャーム、このこれが黄色があればつけれるってこと。技の待ち時間ディレイをマイナス5してくれるんだ。例えばポッポとかだったら、まあ黄色はみんなついてんのがあるもんね。コラッタはコラッタはいいか。じゃあまあ不思議種につけていこうか。ここにカチッで、これ
その同じチャーム、何ストーンでもさ、強いストーンがあるね。こうしといた方がいいよね。で、こうしとこうよ。不思議だねを強化していくし。あーけど、ロコンちゃん、ロコンちゃん70、50、50弱いな。50弱い。でここタフネス1個つけといて、これで OK。 はい、うわーもうちょっと仲間もっと欲しいんだけど。クエストチームの強さ1000超えました。ギフト券がちょっとずつ溜まっていってるね。模様替えって何？入手した模様替えグッズはベースキャンプに飾ることができます。選択した模様替えグッズの大きさと一致する場所をタッチすると設置できます。模様替えグッズの効果は入手時に発動しています。ベースキャンプの配置による影響はありません。まあ別に置かなくても置いてもいいよってことか。ここ邪魔じゃない？邪魔じゃない？ちょっとどいて。ここら辺でいいでしょ。 OK、 よし。コラッタの繁栄を、象徴したやつこれ置いたから、また置いたらクエストベースキャンプ改造やった。よし、じゃあ、クエストやっていくか。てなわけで次こっち登っていきます。湿り森、湿り森。炎タイプがボーナスだからロコンが上がってるね。はい、ちょっと待って、振動したい。謎の草、なんか手に入れたぞ今。謎の草、ラフレシアか。いやキャタピーとかもいいよね。虫系は案外嫌いじゃないよ。進化早いしね。多分序盤結構使えるんじゃないかな、虫系のポケモンって。やっぱ進化すれば強くなるから、早めの進化、まあ後半ね、例えばまあこのまま進めていったとして、まあ強い敵も増えてくるだろうし、そうなってくるとやっぱ力不足が否めなくなるかもしれないけれど、やっぱ序盤におけるその虫タイプの早めの進化での、利点っていうのはね大きいよね。臭い花は本当になんか嫌い、汚い。なんかこのポケモンはね臭そう本当に。まあその代わりラフレシアになったら鬼可愛いけどね。ラフレシアになる、毒ってる、燃やせロコン、燃やせロコに短縮つけてもよかった。あーポッポが死んだ。クリア。シメリボリ、お6レベ、はい、ロコンがもう3つ目解放した。タフネス、何このパックマン、パックマンの敵みたいなこのやつ、パックマンの敵キャラみたいなやつ。これで料理完成したけど、まずクエスト確認します。チャレンジ早打ちストーンね。はい、ちょっと待って、間違えた。遠距離2匹と、はい、よしで料理、何が来るかな。
何今プリッって、やめーって、こんなあのモザイクかけなきゃいけなくなるから、そんなとこで交尾したらキメラが生まれてまうから、種族間の成功はダメだよ、それはやめてくれ、そんなちょ、映さんようにしとこう。またファイヤーベースだ。ってことはロッコーン、え、ポニータか、ゴーディー、レベル高ない、強っ、いや強っ、ポケモンの種類は完成した料理にもあります。はい、料理の種類は複数存在し、使用する材料の組み合わせで決まる。はい、レシピメニューから材料の組み合わせとポケモンの傾向が確認できます。はい、特定のポケモンたちが好む隠されたレシピも存在します。へー、けどオートにしたら、とりあえずカクコロスープとファイヤーベース、ファイヤーベース、とりあえずこれにしたら、これで何ができるよみたいなのは分かんないのかな。これ何ができるの、これ はい、まあこれでやってみるか。はい、4ターンもかかる、次4ターン。ちょっと待って、とりあえずガーディーをさ入れようよ。ああけど、まあポッポのちょ力不足が否めないから炎タイプ2人かぶっちゃうけど、まあ、まあしゃあないよな、それは。ガーディーってもう、いや忘れてたわ、初代でめっちゃ強いもん、このポケモン。ガーディー、ウィンディーね、ウィンディー、攻撃が4つもつけれるという。けどストーンがないよ、ストーンがないんだ、これつけれないもんね。あ、わかった、ロコンのこれかな、違うな、あーストーンが足りないな、ストーン足りねえな。火炎車、炎、前方の敵に突進、当たった敵にダメージを与えて時々やけどにする。で、火の粉なんでロコン火炎放射なのにガーディ火の粉なの。まあええけど、強いから、元が多分強いからいいけどさ。よし、これでいこう。次はで、メインの、駆け出し料理。はい、やべえ、なんかどんどん進めたくなるゲームだね、これ。ガーディーがすげえ嬉しい。え、これって、え、何これ、最初みんなガーディーもらえるとかそういうんだったらちょっとなえるわ。俺だけの特別なポケモンな、これ多分。そうやって思っとこう、今はとりあえず。じゃあ行くか、クエスト普通に行っちゃうか。1200、あのしかも炎が上がってるからなおよしだね、なおよし。あ、燃やしたれ燃やしたれ。おお、いいね、今のが火炎車だろうね、火炎車。炎をまとい回転して突っ込んでいく。あ、またパックマンの敵で、火の粉、あ、たまたまじゃん。あ、火の粉はなるほどね、後ろにバックステップしてから吐くタイプ。
しかも距離が結構あるから、まあ逆に火炎放射より良いのかもしれん。パラスもいるやん。パラスはマジで害悪だからね。キノコの胞子、キノコの胞子はマジ害悪だったからね。けどパラセフト結構好きだったな。ブスじゃん。だってブスポケモンって結構好きなんだよね。それはね、もちろん可愛いね、イーブイとかガーリーとかピカチュウもちろん好きだけど、やっぱブスのポケモンってね、それ以上になんか愛着湧いちゃうよね。ブスポケモン、なんかもっとブス代表するポケモンがいた気がするわ。ブスの代表的なポケモン、スリーパーとか。あ、けどスリーパー強いからな。ブスどうこうより強いんだよな、あいつ。あ、ゴースとかもいるね、初代だったら。ゴースそのうち出てくんな、これ。たまたま欲しいな。なし。フラッシュ。おい、やってまえ。おー、いいね、火炎車。卵爆弾がな、今の絶対卵爆弾だろ。ナッシー、ダグトリオ、ドードリオの顔3つコンビみたいな、顔3つトリオみたいな、やりたいね。あ、ロコン集中的に。あ、けど全然炎タイプだから。はい、強い。もっとさ、ストーン欲しいんだけど。お、パワフルストーン2つ。ってことはガーディーにつけよう、これは。クエスト、Pストーンゲット、はい。で、戻って、で、まだ料理はね、全然、時間かかるから、ガーディのアタックを105、91、このなんか連結してる部分、これなんかありそうだね。絶対あるよな。で、タフネス1個余ったな。 1余りタフネスつけれない。うん、OK。じゃあもう進めていこうぜ。ちょっと進めよう。スタミナなくなるまで続けます。スタミナがなくなるまでやります。はい、混乱の効果。野生のポケモンだ。まだつぼみか。あのね、草タイプ好きよな俺。草タイプ好きだわ。またつぼみとかさ、不思議だねとかさ、いいよね。草っていいよね。くせえ。そのなんか木遁みたいな感じ、ナルトでいうところの木遁。木遁って強いじゃん、生命力感じる技じゃん。草とか木とか、やっぱ炎とか、それはもちろん強いよ。火吹くなんて、そんな熱いし、電気はなんか稲妻落としたり、雷みたいな、目にも止まらぬ速さの攻撃みたいなね、もちろんいいよ。やっぱ草だよ、やっぱり草を押していこうかな。草を押していこう。しかし臭い花、お前だけは別だ。謎の草はいいけど、ただね、草タイプでもね、そのひまわりのやついるでしょ、ポケモンで。ひまわりのやつ、あいつだけはもう認めてない、うん、あれはね、ポケモンじゃない、あれは。うん、
ひまわりのやつ、あれポケモンじゃないから、あれ、あれ植物だから、あれただの。ヒマナッツだったっけ、ヒマナッツ。あ、つえーな、ガーディー、マジで。マジで謎の草の量が半端じゃない。何、謎の草が繁殖してる。謎の草ってな、雑草ポケモンとかだったっけ。雑草ポケモン、どこにでも生えているポケモン。ボスはうつどん。うつどんめっちゃ好き。うつぼっとがさ、その初代ポケモンのアニメでさ、小次郎、武蔵、あ、小次郎の相棒でさ、めっちゃ好きだったわ。あとアーボックね、アーボックとうつぼっとね、めっちゃ好きやった。ほんと、毒の粉、しびれ粉だ今の。状態異常とかも結構重要になってくる気がするわこのゲーム。状態異常系1匹、アタッカー1匹で、バランス系1匹みたいな、それが一番いいんかもしらん。ん、解放。ただストーンが、パワフルストーン、うわ、なんか良さげなやつ手に入れた。美味しそうな、なんか飴みたいなやつ。あれなんかけど料理で使う感じだったよね、多分料理で。チャームはめ込む。まずはチャームをはめ込む。アタックの、うわー埋まった、強っ。482だぜ。482だぜ。一人だけおかしいぞ数字が。だけど足りない、1700だからいけるかな。あ、ボーナスついてるから、まあ一応オーバーしてることはオーバーしてるが、しかもガーディーめっちゃ強いし、いける。僕だけのガーディー、僕だけのガーディーだからいける。コンパン、コンパン、なんかあれあるよね、そのポケモン都市伝説で、そのバタフリーとコンパンが似すぎていて、これおかしいんじゃないっていう。で育ちの感じからも、そのガの成長と蝶の成長のあれがおかしくて、もしかしたらこれは制作段階で間違っているのではないかっていう。うわ、相手に不思議だね、俺ちょっとサイズのでかい。うん、あれは本当になんか制作側のミス。ガーディー死んでないか？なぜ？何が起きた？なんか卑怯な罠にかかったんじゃないか、それは。この不思議なね、鶴の鞭使ってくるんだが、ちょ、ガーディー、あ、ガーディー復活した、ガーディー復活した。まあ復活したけど HP 半分で復活するんだね。アーボもいるやん、ちょ毒気をつけ。あ、てかこれ、このステージもう急に強い。ガーディー、お前だけが頼りだ。毒ならないでね。これ時間稼いだ方が良くないか、これ。うわー、パラセクトよりによって、いやもうこれ一気に攻めるしかない、一気に攻めるしかない。火炎車で、火炎車で、火炎放射当たる位置、火炎放射当たる位置まで、うー、火炎放射当たる位置、そこや、火炎車、火炎車。お、不思議だね、おかえり、花びらの舞。火炎車、火炎車、火炎車、火炎、おっしゃ、花びらの舞。あー、ちょっと待って、逃げて、逃げて、行くな、
逃げて。ちょっとガーディ復活するまで。ガーディ来た、ガーディ来た、ガーディ、ヒノが。あ、寝た寝た寝た、あ、寝た、ヒノゴ解放者、うおーし。完全に戦略勝ちでしょ今の。タフネスがいっぱい。ちょっと待って、けどさ、もう無理だと思う。2000はこれ負けると思うわ。普通に冷たいわ、冷たいわ。大きな猫で料理まだでしょ。まだできてないもんな。あとワンターンかかるもんな。パッ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 、とりあえず編成するか。まずダネ、ダネの、あ、攻撃は余ってないわけね。タフネスが余って、タフネスが余ってるだけで攻撃は余ってない。防御の一番高いやつをこうってことは、不思議だね。もう防御の高いやつをつける、うん、でガーディー、攻撃力はないからこれはしゃあないな。 OK です。で不思議だねのこれちょっと一回外して、これをガーディーにつけて、火炎車の方がいい、アタック57。ちょっと待って、ヒノコの方が強いじゃん。ヒノコの方が強いやん。まあ、これで OK。でも、それでもう、1445だもんな。負けたらさ、けどこれ、鍋のやつできないかもしれないよな。足りないもんな。ってか、強かったしな。こっち先行っちゃおうかな。うん、もう完全にこれ大卒プレイでしょ。大卒プレイ、こっち先行っちゃおう。まあ大学行ってないけどね。大学行ってない大卒プレイだわこれ。おっと、とりあえずね、これでコイキング、こっちは水タイプだから次のステージ厳しいね。なかなか今メイン火力ガーディーしかいないから、もう一匹草タイプなんか欲しいな。トサキントとヤドン、ヤドンだ。アクアジェットかそれ。それアクアジェットなんか。ヤドンいいな。ヤドンエスパー入ってる、入ってたっけ。ちょっとエスパー系一匹入れたい。そうすることによってなんかパーティーのバランスが良くなる気がする。草、水、エスパー、これでいこうか。これでクラブ、クラブの薄さやばいな。よし、キングラー結構いいけどな、好きよな、あのバランスの悪い感で、キングラーいいわ。でキングラーだけの技があったよね、初代って。なんだ、なんか忘れた、なんだったっけ、キングパイソンみたいな、なんかそう、キングパイソンブレイクみたいな、そういう技があったんよ。なんだ、クラブハンマーだっけ、クラブハンマーだ、そう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 、クラブハンマー。なんでキングパイソン、ちょ負けないよな、さすがに、さすがに勝ってよ。ちょっと待って、体当たりすんなよ。花びらの前して、花びらの前してよ。そこは、あー、ちょっと待って、火炎放射、花びらの前、
いいね、抜群だろうね。抜群とかあるよね、絶対。ガティがやられちゃった。ちょっと甘えるかなやでて、カラビナの場合甘えて甘えて、炎はつかない。火の粉で、これで終わり。オッケー、バーン。レベル9、これレベル99まであんのかな99まである。まあポケモンだったらあるよな。よし、これで何モビーのアイテム探知、探検を続けたことでモビーがアイテムを探知する感度が良くなり、アイテムの発見能力が一時的にアップしました。次の探検のみ確定で特殊効果付きのレアなピーストーンがドロップする。おお、マジで。けどもうスタミナないしな。あと6分待たなきゃいけない。うわ回復できる、やった。うわやった。ほんで、料理ができたからベースキャンプ。ポリッ。これ4ターン待ったからね。さぞ強いポケモン来るでしょう。いや、カクコロクレイチャウダー。地面ポケモン、ええな。でかい、でかい、でかい、イワークだ。イワークだ。やった。よし、ほらほら、これこれね、これこれ、なんかよくわかんない良さそうな素材。開始。4ターン、4ターン、また5ターンだ。とりあえず、ロコンちゃん1回外れ、あ、けど待って、あのクエストは炎タイプがあれだから、いや、いわく使おうよ。 HP600 でしょ。やば、バケモンだこいつ、バケモンだ。600はんで、EV についてるの外して、EV じゃない、ロコンロコンについてるの外させてもらいまして、ポッポポッポで、タフなやつもう一個つけれる。マジタフ。技が岩落とし234、やばい。で砂嵐117。全体系と砂嵐が全体で、岩落としが正面ね。 OK、 ガーリー、つけるもんないな。攻撃、あ、ポッポのやつ外せばいいじゃん。これ何やってたんだ、ここでいいじゃん、これでいいじゃんね。 OK、 2000超えた、いけるんじゃね、これ。で、クエスト。チャレンジかな？チャレンジの。はい。受け取る。よし。よし、じゃあ行こうか。ちょっと待って。けど一回ここで区切っとくわ。うん。うん、やっぱりね。なんか時間見なくても大体、あ、そろそろ1時間だなっていうのがわかるよね。うん。ね。なんだろうね、わかるんよね。はいはい、てなわけで一旦ここで動画区切ります。ご視聴ありがとうございました。